みんな、はじめまして。私が今日から C 組の新しい担任になる檜山高雄だ。前任の先生が短期の研修に行かれたので、不在の間、私が臨時で任されることになった。教科は英語を教えることになっている。ちなみにここに来る前は桜見中学校にいたため、みんなの中には私を知っている者も、こら騒がしいぞ、少し静かにしなさい。それと天野先生に向かっていきなりお前呼ばわりはないだろう。言葉が過ぎるぞ。以後気をつけなさい。さて自己紹介を続けるぞ。さっきも言ったように、私は以前桜見中学校に勤めていた。テロリストによる爆破事件があってから、あちらが閉校になり、こっちへ移ってきた生徒も何人かいると聞いている。だからみんなの中には私を知っている者もいるはずだ。さっき席を立った天野だったり、その前の席にいる高坂だったりな。だが私は決してその子たちを贔屓したりはしない。一人一人きちんと平等に見て評価をしていくつもりでいる。戸惑う者もいると思うが、みんなと早く仲良くなれるように私も努力する。だからみんなも私を新参者だと省かずに温かい目で見てほしい。私から伝えたいことは以上だ。短いが、これにて朝のホームルームは終了とする。ではみんな、この例文1を見てくれ。 He will help me。 彼は私を助けてくれるでしょう。つまり未来のことを言っている文だ。このように動詞の原型の前に will を置くと英文は未来の文になる。よく英語はよくわからないと言ってくる生徒がいるが、これなら大丈夫だろう。さてこれからもいくつか例文を見ていくが、わからなければ遠慮なく先生に言えよ。授業中に拒否するのが恥ずかしいようなら、後から職員室に来てくれてもいい。わかるようになるまで私が丁寧に教えるからな。それじゃあ次、例文2に行ってみよう。これも例文1と同じ未来の文だが、こら天野、携帯ばかりいじって先生の話を聞いてないとは、態度が悪いぞ。顔を上げなさい天野。注意したのは今回が初めてだ。そんなに必死に謝らなくても私は許す。だがだからといって全く反省しないのはダメだぞ。次にいじっているのを見つけたらお前の言う通り没収するからな。以後気をつけなさい。さて次は未来の否定文の作り方だが、どうしたんだ天野、そんなに急いで。何者だ君たちは。大丈夫だ天野、ここは私に任せなさい。私か、私はこの学校の教師であり、この子のクラス担任だ。事情はよくわからないが、この子は怖がっている。私の生徒に危害を加えようというなら私が許さない。天野、私に構わず今のうちに逃げろ。